どうも、お酒は二十歳の時からマーサヤンです。おはようございます。はい、今日は、今10時ですね。朝の10時でございますから、夜勤なんでね、コーヒー飲んでおります。そういえばあのタリーズのさ、ブラックのコーヒー、パフュームがね CM しておりますから、はい、パフューム好きなんで、そればっかり買っております。はい、ということで、リョモ先生が電撃降臨して、早4日でございますか。はい、ガチでちょっと育成してまして、ようやくレベル36ですね。ちょっと戦法経験値がね、なかなか、まあ動線とか、まあ演武とかでね貯めたりするんですけれども、なかなかね、厳しいということで、ちょっとまだね戦法レベルが低いんですけども、まあ着々と育っていると。はい、で今期も5連ねできると思ってなかったので、まあ周遊とリクソンもね、まっさらでしたから、まあ同じぐらい上げているということで、まあレベル6土地ぐらいはね普通に抜けるぐらいの力にはなってまいりました。はい、で予防先生当たってから、まあねたくさんの お祝いメッセージ等々ありがとうございます。まあそれと同じぐらいね、当てたらつまらんだろとかね、動画撮っとけよとかね、そういったクレームの お手紙等々たくさんいただきました。はい、申し訳ありません。はい、今後気をつけていきたいと思っております。はい、ということで今日はまずはね、最初来てますね、このいきなり来ました、このね、エシとのコラボですか。はい、はい、来てますね、これ。萌えロリっていうのかようわかりませんけども、まあ能力は変わらないね、ただイラストは変わっていると。まあ新キャラもいるみたいですけれども、はい、そんなことにもちろんね、リョモ先生が当たりましたので、今期これ以上ね、勝負を追っかけることはありませんので、はい、とりあえずね、はい、プレゼントのやつだけ残しておきました。はい、22サバとそのサブはどちらも勝共が当たりましたね。勝共、今の勝共の方がいいよね、個人的にはね。それと22サバの本赤ではね、ちょっと 2,3 回引いて、ジョ夫人ですか、もう SM ね、 SM 夫人が当たりました。はい、行きましょう。これはね、まあどれかが当たるということで、まあ消去いらない、まあシュシュンとかね、いいですね。まあ馬長もいいけど、まあどれでもいいですね。消去以外かな、消去以外でお願いします。はい、ゴーバズン。おー、馬長いいんじゃないですか。馬長かっこいい。よし、まあ星5馬長の方が欲しいですけど、馬長ということでした。いいですね、かっこいい、ありがとうございます。はい、であと今日ね、サムネイルで書いてあった通りですね、ちょっと今後の道具活動と、まあ、主人戦についてね、ちょっと、お知らせしたいことがありますので、ご報告いたします。はい。今、私の、まあ、第三国志ライフというのはですね、第1サーバーと第22サーバーとサブが、第22のサブが一つあるということで、スタートはね、いずれも名手ということで、やっておりましたけども、まあ、ここに来てやっぱりですね、進むにつれて、その、捉える時間がですね、半端ねえと。外交半端ねえというところで、まあ、ロビーとかもそうですし、まあ、こういう動画をやってる上ね、まあ、手紙とかもたくさんいただきますし、まあ、外交において、どちらも、その戦略戦術面ですとか、もちろんクレームの処理ですとか、まあ、情報交換だったりというところで、まあ、リアルにもちろん仕事もありますし、まあ、動画を作ったりするという中でね、ちょっとこれ厳しいなと、死んでしまうぞということで、
まあまあ22サーバーの方はすでに、主人戦はね、合流という形でもうすでに、なっておりまして、私も、まあ、外交の方は多少は入っておりますけれども、はい、まあ落ち着いてるということでございます。で、第一サーバーの方もですね、今後そういった形で、行きたいと思っております。はい。で、今ね、やはりまあ、動画再生数も、登録者数もありがたいことに、右肩上がりでございまして、まあ、その中でいろんなコラボのお話だったり、まあね、イベントとか、そういうことも、多々ね、お話をいただいたりしますし、また、その中でもね、まあ、少なくとも3日、本来は2日に1回はね、コンスタントに動画を作っていきたいっていうのもあります。また今後、まあこれだけじゃなくてね、三国志のゲームをやっていきたいという中で、まあ、新三国志とかね、光栄さんと、新三国無双残とかっていう大型タイトルが控えているという中で、まあこのままと死んでしまうということで、まあ第三国志そのものね、もちろんね、やっていきます。5連も当たりましたし、これはガチで、一ユーザーとしてね、まあ、ガチでやっていきたいと思うんですけども、まあそういう形でちょっとずつね、そういう名刺とか外交、酒飲みがね、外交しちゃいけないです。今期も結構ね、まあ、失言というかね、うん、そういうことやっちゃって怒られたりね、何回かありましたから、私もその、うん、まあ、酒飲みがね、外交は外れるべきだと私は思っておりますし、まあ酒を飲まなければいいんじゃねっていう話があるじゃないですか。そうすれば確かに色々時間は取れるんですけども、私から酒を取ってしまったのに何も残らないですし、はい、動画も撮れなくなっちゃうので、まあ撮れないことはないんだけど、まあそういうね、まあキャラというか、まあ酒好きなので、それをね、前面に押し出していきたいので、お酒は飲みます、やめませんということで、本当にね、私の同盟でやりたいとかいう方がね、まあ多数いらっしゃって、まあ流浪までしてきていただいたり、交流していただいたりという方いらっしゃいまして、本当にね、そういう方々には大変、申し訳ありません。はい。お詫びいたします。はい。まあ、私とね、一緒にプレイされたいという方、まあね、どこかの同盟には所属すると思うので、そういう情報はね、提供していこうと思いますので、一緒についてきていただければと思っております。またこういう流れ、おそらく、22サバの S4 で、1サバの S5 ですね。もうおそらくですけど、確定ではないんですけど、どちらも多分同盟は今期は、来期はクールタイムとしてね、立ち上げない方向では考えております。ではこれは確定ではありません。はい。ですので、まあね、スカウト募集中です。来期はうちに来てくださいっていうのをね、募集中です。はい、よろしくお願いしますということで、はい、第三国志ね、大変ですよね、皆さん。外交とかされてる方。先日、なんか、外交官の方でね、ちょっと休ませてくださいっていうね、伸びで、休憩しますっていう方もいらっしゃいました。いや、ほんと大変なんですよ、外交の人って。うん。だからね、各同盟の方とか、はい。外交されてる方とかをね、尊敬してください。はい。ねぎらってあげてください。はい。ということで、はい。まだね、第1サーバー、22サーバーとも、1ヶ月、しか経過しておりませんけれども、まだ1ヶ月経過してないのか。1ヶ月弱ですよね。どちらも大きな戦争は、1回目のね、大きな戦争は終結したようですけど、まだ2ヶ月ありますからね。まだまだわかりませんし、ね、何が起こるかね。楽しみです。はい。ということで、お酒は二十歳になってかまわさんでした。ありがとうございました。